皆さんこんにちは。ジャストフィットのお手伝い、 FS ランニング代表シューズアドバイザー藤原です。今日はですね、シューズを使ってかっこいいフォームで走ろうというテーマでお話ししていきたいなと思います。その前編、かっこいいフォーム、みんな誰もが憧れると思うんですけども、すごく大事なのはシューズを使ってっていうことと、一番言っときたいのは誰かの真似ではないということですね。誰かを真似てしまうっていうのはまあやりがちなんですけれども、皆さんがまあ見ている、その例えば憧れの選手のこの映像と自分の実際がね、ずれっぱなしだともう永遠にかっこよくなりませんの で、それをこうつなげてくれるのがシューズになります。まずはですね、かっこいいフォームっていうのは抜きもあって力強さもある、しなやかさもあってすごくこう動物的な感覚もあるものだと思うんですよね。同感じゃないかなと思うんですね。それがかっこいいと思ってると思うんですけども、そういったあのフォームってタイムももちろんついてくるんですけども、まあ怪我をしづらいとか、誰もが見てもあ軽そうに走ってるなとか、まずはですね、抜きと強さを道具と一緒にね作っていくってことが大事かなと思うんですよね。抜き、結局長く走るっていうのは楽にならなければ長く続けられないので、動作を、まあ、ある程度規則性がある中で抜きを覚えていくには、もうこのデイリートレーナーのホバー巻きですね、まあ、ある程度こう重さもあってですね、もうこうガイドが強い、ね、こうしなりがある程度あるぐらい の屈曲でクッションと安定感があるデイリートレーナーと呼ばれるものなんですけど、これがなぜ抜きを覚えるかっていうと、まあ重いですよね。重いね、この流れ3つの流れ比べても重いじゃないですか。まず重い道具をですね、うまく使っていくことが抜きにつながってくると思うんですよね。じゃあこの重さをどこで持ち上げていくか、これが大事になりますよね。こうこの重いものを振って、重いっていうのは誰でもそう思うと思うんですけど、いかにこう体の中心のところで持ち上げていくかっていうことがキーポイントになります。これうまく持ち上げられてる人にとってはベロシティ3、こういったテンポアップシューズ、単純に軽量なので、これうまく持ち上げられてる人にとってはテンポアップするアドバンテージがあります。こういったテンポアップシューズで力強さを作る、抜きを作って力強さを作る、こっちは重いって感じるんですけど、こっちは軽いのでどこでも動かせるんですよね。ではなくて、こちらで持ち上げてる動きでこちらを動かすと力強さを今度生んでくると思うんですね。強く地面を踏みつける、動物的なこうポンポンって地面を強く蹴るモチベーションがこういうシューズからもらえると思うんですよね。こちらはどちらかというとしなやかさ、体のしなやかさを作るような動作ガイドを保管してましたけど、こちらのもう屈曲もある程度もう少し自由になって、ご自身の体の動きをに追随していく雰囲気になってます。いわゆるアウトソールなしの前回同様になってますけど、アッパーがニットになったりとか、ソールが4ミリ増えましたので、非常にこうクッション感も残っていて、こちらがしっかりガイド重いだけど、こちらちょっと軽量にしてて、クッションと接地感が残ってるって、このコンビでまずこう抜き、そして力強さをコンビネーションすることでレースデーシューズがあるということなんですよね。これはもうまた別次元の楽さ、これはもうタイムを目指すところになってくると思うんですけど、今回のテーマ、かっこいいフォームで走ろうっていうのは、これは速く走りたい人だけじゃなくて、ゆっくり走ってるだけなんですよって方もぜひ力強さを作るべきですね、シューズで。そうすることによってゆっくりの動作も力強さがブレンドされた中での抜きを覚えてきますので、全てのランナーに共通して言えるんですけど、軽量でテンポアップのシューズと少し重量があってガイドが強くてクッション安定感がある、いわゆるサポートがあるものをコンビネーションで履いていくことによってかっこいいフォームを作ることができると思うんですよね。次回後編、今度ジャンプについて少し考えていきたいなと思います。クッションとジャンプ、その辺の話をお話ししていきたいなと思います。